はい、改めまして皆さんこんばんは。メイクアップフォーエバーの専属メイクアップアーティストをしておりますアキコと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、なんと J マンウィークということで J マンの公式インスタグラムからメイクデモライブを配信させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。そう、あのメイクアップフォーエバーっていうのはプロのメイクアップアーティストがプロのために作った製品展開をしているブランドで、耐久性とか質感、色を追求した製品がたくさん揃っています。もともと1984年からスタートしたブランドなんですけれども、その当初からですね、性別問わずどんなモデルにも対応できるブランドなので、多様性が求められる現代にはとってもマッチしてるんじゃないかなと思いますし、問題なくどんなモデルさんに対しても対応できるブランドなんです。そして、私の仕事なんですが、店頭の販売員への新製品ですとか、技術トレーニングを行っています。そして、外部講師もやってたりします。で、外部からのさまざまなメイクの仕事も行っています。では今日はデモンストレーションということで、早速新製品を使ったヘルシーフレッシュビューティーアートメイクを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、スキンケアもう終わっている状態なので、まず下地とファンデーションを選んでいきましょう。で、下地はですね、ステップ1って皆さんご存知ですか？ステップ1プライマー、このシリーズなんですけれども、実は8種類あるんですよ。で、しかも肌質補正と肌色補正の2種類に分かれていて、まず1つずつ説明していきますね。肌質補正の方はこの3つで、1つ目がシャインコントロールといいまして、これテカリをピタッと抑えるもの、部分仕様のものなんですけれども、で次ポアミニマイザーといってポッカリ毛穴をつるっと見せるよっていうものです。すごく大人気ポアミニマイザー。そしてハイドラブースターというのが水分と油分のバランスを整えるよといった保湿系下地ですね、のもの。これが肌質を補正していきます。で、肌色補正は5つありまして、まずじゃん、レッドネスコレクターといって緑色で赤みを抑えていくもので、トーンアップパーフェクターというライトブルーで、顔色すっきり明るく見せるよっていうものと、フレッシュブライトナーっていうのピンク見えてる、こちら顔が隠れちゃうフレッシュブライトナーはピンク色で肌に血色を与えながら柔らかく見せるよっていうもの。最後ダルネスイレイザーという黄色の色で健康的な日焼け肌のキメを整えるよという下地の5種類にあります。がいっぱいあるので、自分が何が必要かなっていうのを考えて選んでいきます。で、今日はモデルさんちょっと感想が見られるので、こうハイドラブースターの保湿をしていきながら、まだ綺麗なんですけど、さらにつるっと見せるためにポアミニマイザーも使って、で今日フレッシュっていうね、フレッシュ感を演出していきたいので、トーンアップパーフェクターを使っていこうかなと思ってます。その3つ。そしてファンデーションはじゃん、これも新しいファンデーションなんですけれども、ウォータートーンファンデーションといって超薄付きのファンデーション、94% 自然成分で作られているよっていう、ちょっとね、新価格のジェルタイプのファンデーションで、薄付き。私はストッキングファンデーションと呼んでいます。じゃあ、本当にもう履いてるか履いてないか分かんないけれども、
履くと綺麗に見せちゃうよっていうストッキングみたいな感じの薄さです。これを使っていこうかなと思っています。ではまずハイドラブースターで保湿をしていきます。でこのキャップこう細い口になっているので、このまま実は肌にこんな風に置いて見えますかね。こうやってねちょっと置いて、これを手スポンジブラシを使ってなじませていくんですけれども、今日使っていくのは106番っていう平筆ブラシを使って中心から外側になじませて、あ、Tゾーンにつけ直せちゃった、はい、ちょっとこういうパレットに出すとしたらこのぐらいパール粒大の量を出して、額、鼻筋、鼻脇、頬中心から顎先、頬中心から外側、最後に目の上、そして耳と首の下に伸ばしていきます。でこれ保湿下地、色はねオレンジ色なんですけど伸ばすと透明になる色です。ハイドラブースターがつけました。でその次にトーンアップパーフェクターで色味を明るくしていきます。そして最後にポアミニマイザーで、小鼻の周りの毛穴をつるっと見せていくんですが、もうこれこのトーンアップとポアミニマイザーとファンデーションを一緒につけていってしまうかなと思います。なんだ日本語がすごい片言ですね、いつもなんですけど、はい。でウォータートーンのファンデーションは実はこの専用のブラシがありまして、このブラシがここくぼんでるんですよね。このくぼみにトーンアップを入れて、パルスぐらい入れて、そしてよく振ってファンデーションを、あ、ちょっとしっかりだ、ワンプッシュ半ぐらい、でもちょっとしっかりつけたいからちょっともうちょっと足そうかのぐらい足して、OKみたいになってるのでこのブラシ、そしてフォアミニマイザーも一緒に、あ、入れて3つを顔の上をパレットのようにしてくるくるっとまずこう5点に置いて、それをくる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 っと動かして1回でベースを作っていっちゃう。すごい時短にもなりますし、こういうブラシでこうくるくるしながらつけていくと毛穴にも埋まりますし、自然なねツヤ感も出てくるので、早く綺麗に仕上げたいっていう方はこの専用のブラシは116番のブラシなんですけど、桶型のブラシで、くるくるっとつけていきます。痛くないですか？はい、大丈夫。くるくるくる、すごいね、ナチュラルなカバー力。もうファンデーションあんまりつけたくないっていう人とか、ジムに行く前とかでつけたくないけどちょっとはつけたいっていう時なんかにはすごくおすすめです。あとはウォーターレジスタント、ね、防水効果が
すごい高いので崩れにくくしたいとかっていう方なんかはとってもおすすめです。どうですか、薄付きだけどつるっと張り感が出て綺麗、朝楽しそう。楽しいよね、ここにもピッピッピッって入れてこうやってぐるぐるぐるってつけるだけだから。でもこの薄付きの中でもちょっとカバーアップしたいっていう方はこの専用のウォータートーンスポンジっていうものがあって、もうこれね水を含ませてちょっとねキュッと絞ってあります。ただちょっと大きいんですけど、ウォータートーンのキャップがこれまたお皿になっているので、このお皿の上に今消毒しましたかね、こうやって入れて、ここからスポンジで取って、あ、ちょっとつけすぎちゃった、トン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 とカバーアップしたい場合はスポンジでトン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 と叩いてカバーアップをします。お水ありだとすごいねひんやりしてつけられるので、毛穴がキュッと体温も下がってキュッと引き締まるし、肌への密着も増すので、水ありスポンジはかなりおすすめです。と言ってももうね、見ていただいてる方が結構メイクさんがすごく多いこの J マンインスタグラムなので、ちょっと本当にやるのすごい緊張してるんですけど、温かく見守ってください。はい、ちょっと見てください。これねカバーアップした感じ、ちょっとさらに先ほどとどうですか、ちょっと違いますよね、すごい自然。ブラシとパフはどちらがおすすめですかって書いてある。はい、どちらもおすすめなんですけども、ブラシの場合はやっぱりくるくるつけていくので超自然、もうエアブラシみたいに、すごいなんかエアブラシもちょっと語弊があるかな、すごいね薄付きに仕上がるんですよ。だからちょっとカバーアップしたいという方はこれで、まあ、伸ばしてその後にトン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 と重ねられるから、少しちょっと隠したいなっていう方とかがはスポンジの方がおすすめかな。でもスポンジでも薄く伸ばすってこともできるので、これから夏とか暑くなるのでひんやり使って崩れ防止もつなげたいのであればスポンジもいいかもですね。トントントン、こちらもはい、叩きます、まあ、カバーアップするためにこうやってトン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 と重ねるだけではなくて、こうより例えばファンデーションってこうやって顔の上にピタッとくっついてるよりもグッて押さえられた方がすごく密着して崩れ防止もつながるので、スポンジで叩き込むと崩れ防止にもつながる。だからちょっと崩れやすいのっていう方なんかもスポンジの方がもしかしたらいいか。はい、ファンデーション仕上がりました。でもここまでねやっぱり綺麗なお肌の方でもやっぱり目の周りってより明るく仕上げた方がアイシャドウも綺麗に見えるし、肌ってもっと綺麗に見えるんです。なので薄付きなんだけれども目の周りはコンシーラー使うのをおすすめします。うん？そう、気持ちいいんですよこのスポンジ、すっごい柔らかい、ふかふかでした、マシュマロみたいふかふかです。はい、でコンシーラーは今日使っていくのはウルトラ HD コンシーラーで、まあこれは HD シリーズですね。まあ、ちょっと HD シリーズって知らない方もいらっしゃるのでちょっとちょこっとお話しすると、 HD っていうのはハイビジョンテレビ、
ハイビジョンテレビカメラ対応のシリーズで、まあすごいかハイビジョンテレビの使われているカメラってすごい肉眼の6倍鮮明に映し出されちゃう世界なんですよね。でその世界の今4倍が 4K といって、このスマートフォンとかに入っているカメラ機能で、もうそんなので映されたらもう全部見えちゃうわけですよ。でもこのシリーズはそんな鮮明に映されちゃう世界の中でも綺麗に自然に見せるよといったシリーズです。ありがとうございます。ウルトラ HD シリーズ大好き。はい、で面の周りにつけるときはちょっとね下に向いてもらうと影ができるところが見えますよね。影が見える部分にこんな風にドットを置いていきます。ドット、はい、ありがとうございます。これを伸ばしていくんですけれども、伸ばしていくときは目の下の三角部分に伸ばしていきます。あとね、眉骨 T ゾーンはね綺麗に出てるから綺麗だね。はい、口角とか色ムラが気になるところはコンシーラーをのせて伸ばしていきます。そして伸ばしていくのは指でもいいんですが、スポンジでもいいし、こう、ブラシの226番、こんな風に目の下三角部分に広げていきます。あ、ちなみにこれ HD コンシーラーの12番を使ってます。ほら、ここだけつけたのに顔が明るく見えますよね。はい、さっさっさっさとこの三角部分に伸ばしていきます。はい、赤みがあったら小鼻の周りも一緒につけていきます。はい、眉骨からまぶた全体に伸ばしていきます。はい、眉骨から、はい、失礼します、まぶた全体につけていきます。はい、もちろん口角のくすみも残ったもので全部カバーができます。はい、ここまでいいですか。で、このファンデーションとコンシーラーがつけ終わりましたら、パウダーで固定をしていくんですが、そこで使っていくのが、じゃん、これです。新しい、あ、ん？コンシーラー何色ありますか。コンシーラーは5色です。5色あります。一番明るいのは11番、あ、ちょっとメモって、で次が12番、21番、ちょっとこれポケちゃって見えない、21番、30番、32番ですね。そう、これ結構つけた後にしっかりと、あ、なんていうんですかね、肌に近寄るっていうか馴染んでいくので、結構明るめを選んでも問題。でもな、何色つけてもちょっと隠れにくいっていう茶色とかオレンジとか、なんか色が難しい色であれば30番とかがおすすめかなと思います。はい、パウダー、はい、パウダー来ました、来ました。はい、あ、来たって、ここに来たっていうことですかね。こんな感じ。はい、光っちゃってあれですけれども、でも今日使っていくのは 2.2 の自然な色味を使っていくんですが、これ中蓋もついているのでバーッとすごい蓋に出にくい。でこれを蓋にトントントンと出して使っていくんですけれども、皆さんベーキングメイクってなんか最近聞いたことないですよ。そう、ベーキング、海外では一般的。そうなんですよ、よくご存知で。これもともと舞台化粧とかドラッグクイーンの世界ですごいしっかりメイクをした時にハイライト効果を出すっていうメイクで、まあ、海外セレブがすごくなんかちょっとそのテクニックを使用して流行ってきた
あのメイクテクニックなんですけれども、じゃん、この新しいパウダーでは白ぜ、これは、0.1 番っていうんですけれども、まあ、白い色があります。これをそして見てください、このパフも尖ってるんです。でパフもあのなんてサラサラベルベットの質感ですごいね心地が良い。これをねしっかりつける、しっかりつけてですか、先ほどあのコンシーラーつけたところに目の下三角につける。もうたっぷり、シワに入ってたらシワに入ったものはちゃんと綺麗にしてから置いていきます。ちょっと落ちちゃった。はい、これで5分10分ね置いていきます。放置放置しちゃう。なんか放置してる間にこの体温でパウダーが温められて肌にしっかり密着していくんですよね。毛穴もしっかりカバーしつつメイク崩れしにくいメイクテクニックとしてベーキングメイクってあります。あとちょっとね、すごい汚れたすいませんなんだなんだ、もうなんかもうとすいません、はい。で今日は時間がないのでこれを払い落としていくんですけども、顔全体はこの 2.2 のニュートラルじゃない、ニュートラルの色をつけていくので、これは、はい、顔全体の中心から。そして、はい、目はコンシーラーの筋ムラを直してから粉で押さえて、ベーキングの部分は大きいフェイスブラシを使って一気に払い落とす。はい、どうでしょう。ほら、マットになりすぎないこの質感どうですか。普通パウダーってこうつけて払うとすごくマット感が出ますよね、パウダーって。だってどうしてもパウダーだから。でもこれ出ないんですよ。ほら、わかります、すごいわかりますよね、この画像でも。ちょっとね、パールも入っているんです。でもギラッとしたパール、ツヤ感じゃなくて、自然な肌のツヤ感に、仕上げられる、演出できるので、本当におすすめ。なパウダーあるんだなって、私もちょっと初めて見たときはびっくりしました。はい、目を。はい。なんか天の声が聞こえてくるんですけど、何ですか。ベーキングはやっぱり 0.1 番が一番いいんですかと質問が届いております。おお、すごいいい質問ですね。ちょっとな、ね、 0.1 は白なんで使いやすいと思うんですけど、これ 1.1 っていうピンクのペルローズの色があるんですよ。このピンクの色でハイライターを使ってもすごく綺麗と思います。うん、あとはもうやっぱり肌色ですよね。肌の色にのトーンよりもワントーン明るめの色とかツートーン明るめの色を選んでハイライターとしてお使いになるのをおすすめします。はい、立体的に本当見えますよ。うん、ちょっと
涙が出ました。はい、失礼します。痛いですか？全然大丈夫。はい、はい、でパウダーが仕上げられましたら、ここでもうベースを固定しちゃう、もう崩れにくくしたいので、ミスター&フィックスっていうフィクサーを使っていきます。シューシューシューとかけると、透明フィルムがこのメイクをカチッと崩れにくくします。30センチぐらい離して、で時計回りに回す感じで乾かす。これだけ。あ、ライブ終わったらパウダー買います。ぜひちょっと視聴者限定特典もありますので、ちょっと最後までお楽しみください。はい、で眉は今日はアーティストカラーペンシルを使っていきます。これ506番。このペンシルはアイブロウにもアイライナーにもリップラインにも全て使えるよといったペンシルです。これを眉もね綺麗なんですけど、ちょっとだけ眉少し形を、眉山を作って、目開けてみましょう。はい、眉山を作っていきましょう。とキリッと凛々しく、はい、あれ、わかります。はい、眉山を作りました。こっち眉山がなだらかなんですけど、眉山をちょっと作って凛々しくしました。はい、こっちも少し、今はね眉山カットしてね、ボン眉に変えていくと眉の形がやってますけど、ちょっと すっきり見せていきたいので、眉玉を今日は作っていきます。はい、ちょこっとだけ作りました。はい、アイシャドウに行きます。アイシャドウも今日はヘルシーフレッシュな感じなので、グリーンを使っていこうと思うんですけど、グリーンはアーティストカラーシャドウの S312 っていうのを使っていくんですけど、このアイシャドウをつける前にアーティストカラーペンシルの水色208を使ってアイライナー仕込みを先にしていきます。はい、ちょっとね、まつげとまつげの間っていうよりも上に少し太めに描いて、ちょっとぼかす。ぼかしは212番の丸筆で、少しアウトラインをぼかしておきます。はい、うん、綺麗。これだけでも可愛いですね。すっきり見える。はい、反対側もちょっと太めに描いて、アウトライン上だけ少しぼかしてなじませといて、はい、目開けてください。目頭の下にも少し今日は水色を入れて、白目をすっきり見せていこうかなと思います。はい、入れました。近くで、難しいな、ぐらいかな。はい、うん、すっきり。でこの上にこのグリーンを重ねていく。同じブラシで、重ねていくと、エメラルドグリーン、目の上で
色がミックスされてエメラルドグリーンになる。綺麗な色だなと思って、この夏はすごいいいんじゃないかなと。ほら、ちょっとわかります？いや、あまり広げすぎない方がちょっとこなれ感、おしゃれな感じが出るんじゃないかなと思います。あまりがっつり広げるっていうよりはちょいコートだけ広げる感じ。そう、カラーペンシル柔らかいんです。そう、これはねウォータープルーフ手法じゃないからシャドウのベースとしても使える。はい、グリーン、エメラルドグリーン仕上がりました。でもこれだけでもなんか今時感あると思うんですけど、それでも目をはっきり見せたいっていう方はアクアレジストカラーペンシルっていう、これはウォータープルーフ処方のペンシル、黒ではっきりとさせていくからウォータープルーフ処方の方がいいかなと思います。でもこれをつけるときにはやっぱりこのまつげとまつげの間を埋め込んでいくような感じ、ここの間をね埋め込んでいくような感じで点を線状にしていくような感じで、ちょっと切れ長にメイクアップオーバーらしい切れ長にしていきたいので、目尻をちょっと上方向に向けていきます。長めに描いた後は少しこういうカラーブラシを使って線をきれいに整えながら、いらないものはブラシで取っていく。はい、どうですかね、面のはっきり感が違うの分かります？あきこさん、はい、今年の夏のおすすめアイカラーが気になりますというコメントが届いております。天の声が低い。ちょっと高めでお届けしたいと思います、はいはい、今年のおすすめカラー、私今これ一つグリーンっていうのもおすすめなんですけど、あともう一つ後で使っていこうかなっていうのはこのねパープル、バイオレットも使っていこうと思うので、このグリーンとかパープルとかもすごく今年らしい色かなと思います。単色使いだったらイエローとかも可愛いんですけど、全部使っちゃう色ですけどね今日ね、はい、こんな色が今年はいいんじゃないかなと思います。ただね結構レッドリップっていうのも流行ってたりするから、その目は元はなんだろう、ブラウン系で影をつけるくらいにしてリップフォーカスにするっていうのも今年のメイクらしいバランスかなと思います。はい、あれ、パウダーがしっかり打たれてなかったんで落ちます。はい、で反対側もまつげとまつげの間に点を線状にしていくような感じに埋め込んでから目尻はちょっと長め、こっちをつけたそこが大丈夫、はい、あまり描きすぎないようにね。もう私はもう目元をすごいがっつりもう際立てたいっていう方は、私みたいにすごくこのぐらい入れて
リップをフォーカスするっていうのもいいんじゃないかなって思います。ちょっとすいませんね、もう暑くて赤いですよね。すいません、はい、あ、ちょっとだけごめんなさいね、こっち側だけ、はい、目尻を伸ばしてます。で、ちょっとね、もう少しすっきりキリッと見せたいなって思うので、目を開けて天井も一枚、この粘膜の部分に入れていくと雰囲気がガラッて変わるんです。キュッて引き締まって、わかります、はい、似合いますね。そう、ちょっとだけ、粘膜に入れて雰囲気を変えるのもおすすめです。で、ちょっとだけね、目尻の方を黒ってぼかして目をちょっと大きく見せちゃいます。うん、はい、同じようにまず粘膜、やっぱり粘膜に入れるアイラインはウォータープルーフ手法のものがいいと思うので、アクアというシリーズのものがおすすめです。これはアクアレジスとアイペンシル、カラーペンシルですね。はい、目尻の方はぼかしていきます。はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そうなんです、キリッと目尻を上げていきます。で、アイライナー、つけ終わりましたらマスカラ、マスカラもアクアシリーズなんで、ウォータープルーフ処方のアクアスモーキーラッシュマスカラを使っていきます。これはもうたっぷりボリュームが出るタイプで、お、そうなんですよ、アクアシリーズって本当ね落ちにくいんです。そう、メイクアップフォーエバーってウォータープルーフじゃないものでも落ちにくいんですけど、だからウォータープルーフだと本当に落ちないんです。だからもう早く落としたいという方はウォータープルーフじゃない方がいいと、逆にっていうぐらい本当に落ちにくいので、専用のリムーバーをおすすめします。はい、まつげがつけられました。そのまま下を持って上まつげをつけて、上まつげの下をちょっと外側に回転しながら、こう長いから見つけ、で、下まつげは、中まつげですね。ブラシを縦にして少しすくい、聞こえます、聞こえましたよね、はい、よかったです。はい、縦にしておかしいです、はい、
マスカラが仕上がりました。あ、フリーズやっぱりねちょこちょこしてるみたいですね。なんかでもこっちはね綺麗に写ってるんですよね。すいませんすいません。はい、あれビューティーメイク仕上がってきました。で、あ、チークはですね、アーティストカラーフェイスカラーといって、ちょっと待ってください、ね、お面がなくなりました。画面が荒くなりました。画面が荒くなっちゃったんです。すいません。時々フリーズすると。はい。ああ、皆さんそうなんですね。こっちはね、フリーズなしてないんですけどね。はい、続けます。これ、E314 というフェイスカラーなんですけども、ちょっとオレンジ系。見にくいかな。オレンジ系を。あ、これじゃない。これじゃない。これは後でつけましょう。シェーディング、こういうカラーを使ったときは色味はあんまり使わないで、116番、こんなシェーディングの色を使ってきます。これを歯の噛み合わせのところから口角に向かってのこのラインの頬骨のクッとくぼむ部分ですよね。ここの部分に沿って外側から口角までの2分の1ぐらい外側からスッスッスッと入れてシェーディングしていきます。ちょっとだけ入れて外側からスッスッスッと口角までの2分の1の部分にぼかして入れていきます。うん、あんまり色はね使わないのにすごくかっこいいかなって思います。この立体感だけ出てすごい素敵かなと思います。でもちょっと血色がなさすぎて必要だっていう方はこの P314 がおすすめです。今つけたシェーディングの上、先ほどは頬骨の下くぼむところだったんですけど、くぼむ上側面にふんわりおわん型に入れて、ニコって笑うと一番高く出る頬骨から歯の噛み合わせの部分に向かって頬骨の側面を取っておわん型に入れていくのが基本の入れ方。ちょっと血色が足りないという方はね、ここに入れていきます。あきこさん、はい、シェーディングは何番のブラシを使っていますかと質問が届いてます。はい、シェーディングは今日私はチークとシェーディング同じ番号を使ったんですけど、こういうオーソドックスな156番のチークブラシを使ったんですけども、斜めカットされているチークブラシもおすすめかなって思います。斜めカット150番だったかな、はい、斜めカットのこういう斜めカットされているものも意外とおすすめです。シェーディングピタッとこの角度にあってシュッと入れられる、キュッと入れられる感じですね。150番かチークは156番がおすすめです。はい、あともうこんな時間やばい、本当にどうしよう。はい、次に行きます。ここまでがビューティーで普段使いできるような今吹き感のあるヘルシーフレッシュビューティーメイクで、ここからちょっとアーティスティックなものを、はい、フレディション、あ、150、ありがとうございます。すごい皆さんなんかすごいいっぱい使っていただいて嬉しい。で、アーティスティックといえばメイクアップフォーエバーは12フラッシュカラーですよね。これもうこれがないと私は始まらないっていう感じです。これを使うでいこうかなと思うんですけど、でアイシャドウ本当はこのパープルを使ってアーティスティックな感じを出していこうと思うんですけど、色をこのパウダーアイシャドウの色を濃く強く出していきたいので
下地としてこのクリームアイシャドウを使っていきます。このクリームアイシャドウでこのパープルを作るとしたら何色と何色を混ぜ合わせたら作れると思いますか？じゃじゃんっていきなり質問タイムなんですけど、私から何色と何色、これって暖色と寒色だったら寒色ですよね。だからまず寒色系、寒色系必要かな。はい、青、まあ紫は赤と青を混ぜると、ああ素晴らしい、そうです、青と赤を混ぜると赤紫ができるけど、そうです、青とピンク、ピンクだ、そうですね、そうです、水色と、まあ青と混ぜて、はい、なりました、正解です。よいしょ、ちょっと明るくしたいので白も混ぜたりして、同じような色を作って、はい、これをブラシを使ってまぶたに大胆にスッと入れていこうと思います。あら、ちょっと待って、ね、あ、待って、僕は入れるのちょっと大きめに、あ、これいいですね。ブラシ、こういう平筆のちょっと大きめの平筆を使ってつけて、まぶたに もうアーティスティックに映ってますからね。はい、ちょっと大胆に練りのアイシャドウをつけちゃう。あまり綺麗にっていうよりも動きが出るようにつけていく。ほう。でもこの練りの、アイシャドウってオイルベースなので、このままにしとくとこう指で触るとこうよれちゃうんですよね。なのでそれを固定するために透明のパウダーか、もしくはアイシャドウのパウダーで固定をしていく。そうすると固定もできるし、この色がしっかりと、そう、舞台のライトにも負けない強さが出てくる。色が変わったの分かります？変わりましたね。なのでこのテクニックは舞台にも使われるテクニックですよね。遠くの人でもはっきりと色が見える。はい、重ねていきます。この作業をしていくと、もうバッとシャワー浴びてもまあほぼ落ちない、うん、ちょっとリタッチすれば綺麗に直せるっていうような耐久性が優れているテクニックの一つです。はい、ここでこの紫が入ったんで、この辺を少しイエローを足してアーティスティック感を出して、顔がいろんなカラフルになって、でも、はい、お子さんコメントで、はい、バックグラウンドがマジかっこいいとコメントいただいております。これバックグラウンドすいません、今日反対になっちゃってね、すいません、ありがとうございます。
がとうございます。メイクアップフォーエバーの壁です。はい、どうそういうことですよね周りがすごい笑ってるんですけど、おかしいですかね。アーティスト、ありがとうございます。そうちょっとプラスアーティスティックだからそこまでねすごくはないんですけれども、今のビューティーメイクからちょこっと加えるだけで動きのあるアーティスティックな感じで、リップはちょっと急ぎますね。あとね、もう終わりですよねリップはベージュがいいんですけど、口紅のベージュっていうよりも ベージュの色はどんな色を混ぜたらベージュになると思いますか？時間がないのにここでまた質問しちゃうんですけど、ベージュの色、ベージュって、まあ、ファンデーションの色なんですけど、茶色と白、はい、茶色入っちゃってますもんね、はい、茶色と白でもベージュになりますよね。確かに確かに。でも、ですね、実は三原色の色といって、青と赤と黄色が三原色といって、まあ、作れない色ですよね。この作れない元となる色、この3つの色があることによって無限大の色が作られているんですけど、例えば赤でしょ、青でしょ、黄色を混ぜると茶色になってくるので、ここで初めて、あ、ちょっと青が多かったかな、あ、なりますね。ここで初めて明度なので、黒くしたければ黒、明るくしたければ白を混ぜていく。で、どうかったかな、白を混ぜて、で黄身をちょっと強くしたいので、先ほどはちょっと黄身が足りなかったから黄色を混ぜる。理科の実験みたいなんですけど、あ、できてきましたね、ベージュの色が。はい、こんな風に三原色混ぜると色が打ち消されるので、こういう色なので、ファンデーションの色も実は赤と合うと黄色で作られているので、この12フラッシュカラーがあればファンデーションが作れちゃうってことです。なので、まあ、もともとリキッドファンデーションがある状態であれば、ちょっと黄身が強いかなって人は黄身混ぜたりとか、ピンク混ぜたりとか、色を調節するのにもこの12フラッシュカラーが使えるので、そういったものにもとてもかなって思います。ちょっと暗い、はい、あ、ちょっと変わってきちゃった。あ、でもいい感じですかね。ベージュ作って、一回ちょっとリップつけてみましょう。その前にウルトラ HD のリップブースターでトリートメントを変えるので、トリートメントをつけていきます。透明ですね、透明のリップトリートメントをつけて、先ほどのベージュをつけて、バランスを取っていきます。目元にポイントを置きたいので、口元は押さえる、うん。で、目元に最後にこのミラーグロスじゃない、ミラーグロスですね。はい、グロス、これ唇に使っていくグロスなんですけれども、目元にも使えるグロスなので、これを目元に使っていくと思います。普
通のねグロスよりもちょっと重たくて、下のアイシャドウとかの色味をあまりずらさない。グロスなんで、ほら見てください、下のね色がね綺麗残ってる、艶が出て、艶出て見えます、あれ、はい、なのでちょっとグロッシーな目元を仕上げたい時にはこのミラーグロスを重ねて、またリスティック感とかフレッシュ感とかを出していくのもいいんじゃないかなって思います。はい、いかがでしょうか。なので髪の毛もちょっとこれオイルです、オイルをつけてちょっとオイルにしてた方がかっこいいかなと思って、はい、いかがでしょうか。完成です。あ、ちょっとすいません、もうちょっと時間がね過ぎてしまったんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。ですね、はい、最後なので視聴いただいた方だけの特典がございますので、今からお見せしたいと思います。モデルさんに持ってもらうかな、じゃん、はい、対象者は、もちろん J マンインスタライブをご観覧いただいた方限定35名です。あ、これ下もちょっとかぶる、ね、35名で、条件はメイクアップフォーエバージャパン公式ウェブサイトで1点以上お買い上げの方で、特典はウルトラ HD セッティングパウダー、今日使った新しいセッティングパウダーのミニサイズでもミニサイズでもこれすごく可愛い、かなり入ってます、このミニサイズと今日使ったこのステップワンの下地のいろいろ入っている、はい、サーモカードとルージュアーティスト口紅の402番、あ、ちょうどレッドですね、メイクアップフォーエバーレッドリップ、リップコンシャスにすごいおすすめ、持ち運びしやすい、これがセットになったものがご購入者に届くようになってます。で、クーポンカード、クーポンコードは JMAN の JMAN になります。で、期間は5月14日。今日から、6月30日までちょっと今回長くしていただきました。で、1人1回なくなり次第終了となってます。ぜひぜひ、この機会逃さずですね、ご購入していただければと思います。はい、最後に、はい、質問で、ミラーグロス通販にはないですよね、ベルベットバームしかないみたいですっていう風なコメントいただいてるんですが、あります、はい、オンラインの方のリップグロス、はい、リップのところの場所のリップグロスというカテゴリーのところにミラーグロスございますので、ぜひチェックしてみてください。はい、もう聞こえちゃいましたよねそうです、そうなんですよ、アーティスティックのところじゃなくてリップグロスのカテゴリーの方にあります。3600円ですあと大丈夫ですか、皆さんもし質問がありましたらお答えします。あ、お買い物ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。はい、質問全部。
はい、かっこいい、かっこいい、ツヤが綺麗、すごい。はい、懐かしい、懐かしい、黒、黄色、白そうですよね、そうなんですよ、そうなんですよ、いろいろ、メイクアップフォーエバーはですね、綺麗を作ると作るだけではなくて作る方法を必ず教えていくので、はい、こんな風に今日はお話しましたけれども、デザインをどうやって考えてるんですか。これ一番すごく難しいですね。この質問すごく難しいんですけれども、でもやっぱり今やってるメイクなので今を感じさせるやっぱり色から考えてたりしますね。そしてモデルありきなのでモデルさんの顔立ちだとか目の形を見てちょっとシャープな部分を作った方がいいかなとか、そんな風に顔の形と会話をしながら、そして色もこの色をのせたら肌色がもっと綺麗に見えるとか白目が綺麗に見えるだとかっていうのを考えながら、あと幅とかも作っていきます。ただこの目元の上のその大胆なものっていうのはやっぱり、アクティブな感じっていうのを出したかったので、ちょっとお遊び心が溢れるちょっとペイントペインターというか絵画のように筆のタッチを入れて作りましたって感じですね。はい、大丈夫ですかね。あとまだ質問が届いております、はいはい、ナチュラル寄りのメイクで補色を使う時のポイントはありますか、うん、ということです。難しいナチュラル寄りの補色、そうですね、そうですね、例えばナチュラル寄りの補色、なんだろう、自分のそのモデルさんの肌の色にもよると思うんですけど、でも今日のメイクとかはアートじゃなければ意外と補色を使ったりしてるんですよね。緑と黄色とか、黄色と緑と黄色は補色じゃないね、紫と緑とかなので、でも肌の色がイエローベースだったら大胆にこう、ナチュラル寄りでパープルとかを使っちゃうとくすんじゃう場合もあるので、パープルは目尻にちょこっと入れるとかかな。それは肌の色とそのメイクの補色なんですけれども、あとはリップとアイシャドウとかを変えるとか、補色って言ってもブルベって言ってもこういうベージュの中でも黄み寄りとちょっと グレーというか寄りとかいろいろあるので、だからそういったものとかうまく使ったらいいかなって思います。ちょっと答えになってさっきの方が補色を使うと強くなってしまう気がしてなかなか手が出せない。そうですよね。なのでやっぱりアイラインのチラ見せかなとかで補色を使っていくとナチュラルでも、楽しめる、ナチュラルに楽しめるかなって思います。最初のアイラインとかこのシリーズはすごく人気ですよね。このアイライン、あれ、こうこのアーティストカラーペンシルとかはいろいろな色がすごく豊富にあるので、いっぱいね色味があるので、この中からちょっと補色で遊んでもいいかなって思います。黄色と紫とかチラチラっと目尻に入ってても可愛いかなって思います。あと最後の質問ですね。この夏一押しアイテムを教えてくださいということです。いや、もう今年の一押しはこれです。もうメーカー、先ほど見せたウルトラ HD セッティングパウダー、これです。もう今年の一押しはこれです。夏でも絶対崩れないってことはないけれども崩れにくいマスクプルーフに仕上がるお粉になるので、そしてもう本当にこの細かさっていうのは今時な細かさ
だったりするので、この新感覚をぜひ試してもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。ではじゃあモデルさんありがとうございました。ちょっと長いお時間ありがとうございました。皆さん、あ、試してください。ありがとうございます。試してみてください。簡単なので、なかなかこういうデモンストレーションする機会ってないので、また皆さんと どこでお会いできるかわからないんですけれども、ぜひ皆さんとまたお会いできる日を楽しみにしておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、ではありがとうございました。突然さよならが来てすいません。